はい、ビートルよろずやでございます。本日はこれワタミの食卓の弁当です。今日これをちょっといただきました。それと、恒例のパックご飯特盛りでございます。 300g、 それとまるちゃんの緑のたぬき天ぷらそばですね。これをいただきたいと思います。これは、麦茶で、じゃあこれは緑茶でございます。早速いただきます。まあこれワタミの食卓弁当の中身入ってるやつは、白ご飯と、鶏肉の甘酢だれ、鶏肉の甘酢だれと、あと何やろ、煮物かな、それと白菜の何やろ、よくわからん、あえ物、千切り大根、ほうれん草、玉ねぎ、人参、あえ物ですね。これもなんか、おかかみたいな感じで、これマカロニ、これ鶏肉の甘酢だれです。これはなんか高菜、白菜と高菜のなんか煮物かな。それでは早速いただきます。これは匂いじゃない。今日は緑のたぬきが食いたかった。僕は天ぷらは先のせでございます。僕トロトロが好きなんですよ。美味しい。まるちゃんの天そばうまい。さすがワタミの食卓の弁当、すごいヘルシーですね。まあ、普段こんなん食べへんっていうのは食べへんですけどね。たまにはこういうバランスのええ弁当もありですね。味付けはおすすめです。ご飯が大変からね、やっぱり特盛りのパックご飯を追加したんですよ。スープ最高。緑のたぬきとうどん弁の天そば、どっちが好きか言われて、どっちが好きか言われたらどっちも好きです。僕はどっちかで順番交代だと思うんで、別にこだわりとかないんで、もう順番交代で食べます。まるちゃんうめえな。だいたいまるちゃんのカップ麺とか大概当たり多いですね。数であんまり少ないですね。なんかね、まるちゃんの、あれまるちゃんだろうな、ごつ盛りの、台湾ラーメン、台湾ラーメンがめっちゃうまいですよ。この前行ったらね、いっぱい売ってて3つぐらい買ったんですけど、まあ、YouTube では上げてへんけど、次言ってたらあげようかなと思ってんだけど、なかなか見当たらへんす。言ってるだいぶ前もお父さん強かったんですけどね。今も全くないです。
緑のタヌキとかは大概どこでも売ってませんね。どこにでも売ってるっていうことはやっぱり人気あんやろね。美味しいですからね。ご飯をいきます。パックご飯はこれ鮭のふりかけ、これは長谷園から出してるやつです。僕はこのふりかけが好きです。ふりかけってなんか美味しいですよね。定番か定番なんやけど、飯が進む味です。永谷院さんはあれね、いい仕事してますよ。このふりかけ最高。ワタミの食卓の宅配弁当はいろいろ選べるんですよ。いろんなプランがあって、おかずだけっていうのもあるし、あと単品のなんか、その旬のなんか旬の食材を使った弁当とか、結構豊富なんですよ。確かこの弁当は、一番リーズナブルな弁当というか、真心御膳とかいうやつなんですよ。だいたいこれ1個で600円ぐらいです。だいたい600円ぐらいいたら、まあそんなに安くはないですね。まあまあそんなもんかなみたいな。まあコンビニの弁当と値段はそんなに変わらないです。だいたい弁当でだいたい値段もだいたい似たり寄ったりですよね。似たり寄ったりで、まあ、たまに京都やったら元気屋とか、元気屋やったらまあちょっと今値上がりする前は250円とかの弁当やったけど、今はもうね、値上がりとかで350円ぐらいするのかな。それでも350円を安くも、
作ること考えたら多分安いと思う。これな、作ったら600円で絶対に収まらない。渡美さんの弁当、完食いたしました。どっちかというと、赤いキツネより緑の食べ物が強いです。どっちかって言ったら緑のタヌキの方が出汁はちょっと濃いめ、濃いめですかね、どんぶりに比べると。汗たっぷりかいてます。でもこうやってこう夏暑い時にこういう暑いあのカップラーメンとかで汗だらだらかきながら食べるのもなかなかいいもんですね。僕はちなみにこれ食べたらシャワー浴びます。汗を流したいと思います。完食いたしました。はい、ごちそうさまでした。はい、あ、美味しかった。たまにワタミの弁当もなかなかいいもんです。今日はこの辺で終わりたいと思います。本日は、渡部の食卓の宅配弁当と、まるちゃんの緑のたぬきと、パックご飯特盛 300g、 これをいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。まあ、これからもいろんな動画を上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、また会いましょう。